最近ミュージック、最近 TV、 はい、皆さんこんにちは、最近 TV の大関です。あ、今日はこちらディズニーフラッグシップ東京行きましょう。大都会東京新宿にオープンということで、僕もぜひ一度行ってみたいなと思いまして、今回はですね、僕とポンちゃんでお買い物に行きたいと思います。あのディズニーストアって何かと言いますと、まあ、全国いろんなところにあると思うんですけど、まあ、ディズニー公式のグッズが売ってるショップなんですよね。だからまあいろんなところにあるんですけども、今回まあ東京の新宿にフラッグシップ店がオープンということで、フラッグシップっていうと最も上位に位置するお店ということですよね。まあ、あのいろんなニュースサイトでも話題になっております。でちょっと調べてみたら、予約しないといけないんですよ、そもそも。だからフラーっと行って、おいし買い物しようかなっていうのはできないんですよ。事前予約をして初めて入店できます。で今回はですね、こちらが撮影させてくださいっていう連絡をしてるわけではないので、あの店内の撮影は今回は難しいんですけれども、まあ、僕らの音声だけちょろっとね撮ってこようかなと思いますので、あらかじめご了承ください。それでは夢のお店へゴー。混んでるね。なにこれ、これかわいいじゃん。かわいい、これかわいいじゃん。これ反対側メイクじゃん。これ本当だ。まあ入れ物がねってことだよね。入れ物がってことだよね。うん、そんな気合いはしないから。違いますから結局。これじゃあ1個。これはちょっと大丈夫。これは何？あ、正月？お正月グッズ。これ何？起き上がるの？違う、ただのマスコットか。こういう起き上がるやつかと。これは買うでしょ。絶対買うでしょ。何このギュンってやったやつ。もうちょっと見てから上行こうか。何これ。あ、ディスペンサー。あ、これあれだよ。これ何？紙石鹸。ペーパーソープ。紙石鹸。あ、石鹸ね、あのちっちゃいやつね。そうそう。これはいいんじゃない？これ可愛いじゃん。うん、あのイヤホンが欲しいんですけど、その場合どうしたらいいですかね。ケースに入ってて。はい、少々お待ちください。はい、すみません。はい、お待たせしました。あ、どうぞ、すみません。はい、ありがとうございます。これ何？これ可愛いじゃん。なんだこれ。ツリーに息切れ。息切れなんだ。30代は階段で息切れです。階段重すぎ。階段が厳しいな。小さそうだけど大丈夫かな。サイズ大丈夫？パツパツになったら面白いけど。あ、L だ。これいいじゃん。L、L あった。あ、パーズじゃん。パーズだ。パーズ全然ないじゃん。ピクセル。あっちにね、子供用品があるからね。うん。こんなのも可愛いよね。うん。あ、なにこれ、ちょっとおもちゃあるよ。おもちゃはでも少なめだね。少ないかも。これは買いましょう。危ない危ない。これは買おう。いいです。ちょっとすみません、かなりちょっと多いんで、すみません。はい。こちらも一緒にです。あ、これはい、4個ぐらいあるんです。ちょっとかなりあるんで。あとすみません、キャリーケースもちょっと店員さんがいなくて頼めなかったんですけど。どのキャリーケース？あの黒い、一番端っこにあった黒いキャリーケースの大きい方一つをね。セットなんです。あ、セットなんですか、あれ。あ、じゃあセットでじゃあ一つ。はい。あれはそうですね、そのままで大丈夫です。はい、はい、じゃあカードでお願いします。はい、はい、カードで、はい、はい、全部この中に入れてもらったんですよ。完全に開かずのレジなんですよ。大迷惑。いや、でも一応買い物だけやってますかね。封鎖されてたね。封鎖なった。一番が一番レジ封鎖。一番レジ封鎖。いや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 、どうどう、ただいま。
ちろんなんですけど、この中に入ってるし、あとね、このキャリーケースも今回買いまして、この中に大量にディズニーグッズ入っております。すごく丁寧で、袋だと持ってくの大変なんで、この中に入れましょうかっていうことで気を利かせていただいて、ここに綺麗に入れてくれたんですよ。さすがディズニー。それでは早速何を買ったのかお見せしていきたいと思うんですが、今回もですね、ただただ爆買いしたわけじゃなくて、本当に欲しいものを買ってまいりました。無駄にいらないものを買うのは好きじゃないので、2人が本当に欲しいものを厳選して買ってまいりました。で、まず最初なんですけど、これなんですよ。これキャリーケース、これ可愛いですよね。ミッキーが描かれてるんですね。派手すぎなくて、こう普段使いしやすいかなと思って買ってきました。で、ちなみにこれは2個セットでした。はい、大きい方でお願いしますって言ったら2個セットになりますっていうことでね、これのおかげで持って帰ってこれたってのはあるんですよ。全部袋だったらどうしようってしたんだよね。で、レジで、あのスーツケースも欲しいんですけどって言って、そしたらこれに入れてくれたんですよね。オープン。ぎっしり入ってますから、これほらちょうど満タンで、これプラスこれですね、この白い袋も、はい、たくさん入ってます。このショッピングバッグの大きさよ。これ写真に書いてあったから、この袋お願いしますって言ったらめちゃでかいの出てきたから。で、まず来店するときにこうアプリで予約をして行ったわけですよ。ちゃんと時間通り行かないとダメですからね、あれ。1時から1時15分の間とか、そういう15分区切りで枠があって、その時間通り行かないと入れません。で、まあ2人でちゃんと時間通り行ったわけですよ。そしたら入ろうかなと思ったら、まず地下に行かされた地下の方でお並びくださいと。しかももちろん予約した人しか並べません。地下って駅のホーム？駅のホームの中なんだ。お前駅の中なんだ。びっくりしましたよ。ここ並ぶのみたいな。大行列になっちゃうと、表通りだと結構ほら他のお店とかもこうずっと並んでるんで、そっちの迷惑になっちゃうとかね、通行人の方の邪魔になっちゃうとか、多分いろいろあって駅になったんだろうね。で、並んでもう一回行くのねなぜか地下行ってからもう一回上に戻って、そっから入店みたいな感じで。でも入り口はすごいんですよ。本当に大きくて、あ、これはフラッグシップだなっていう感じのお店でした。というところからスタートして、お店に入っていったんだけど、あれ時間で区切ってるのには、混んでたね。オープンしてから本当に数日しか経ってなかったので、それもあってね、やっぱり大混雑。徐々にね、緩和はされていくとは思うんですけど、やっぱりまだまだちょっと混むかなという感じがします。で、お店自体は地下と1階2階までの3フロアあって、かなり広いですね。他のディズニーストアも僕ら行ったことありますけど、他のお店に比べてもやっぱりかなり広い。フラッグシップ東京にしかない、限定グッズが売ってたりとかもするんで、その辺が普通のお店とは違うところですよね。ということで、ここからですね、グッズちょっとお見せしていきたいと思うんですけども、僕の分とポンちゃんの分それぞれ、分けてお見せできればと思います。これでもですね、結構買ったんですけど、それでもほんのごく一部ですよ。まだまだたくさんあるので、全然全部はご紹介できないんですけども、あくまで皆さんの参考になったらなと思います。それではまず私セイキンが買ってきたディズニーグッズがこちら、ずらっとありますけれども、どれからいきましょうかね。まずはそうですね、とりあえず服でも着ようかということで、服買ってきたんで、ほらこれ可愛いでしょ。これドナルドですね。こういうふかふかな生地の服です。はい、ガチムチガチムチになってるけど大丈夫これ？ちょっと待って、ちょっと小さいね。これ L なんだけどね、結構全体的に服はね、小さめだったね。めちゃくちゃあったかいじゃんこれ。ということで、これを着ながら行きたいと思うんですけど、まずこれだな。これ傘、はい、晴れ雨兼用ということでね、フラッグシップ東京って入ってるんで、俺なんか地味じゃないと思うでしょこれ。そうでしょ。違うんですね。これ開くと、はい、地味じゃないかって思ったそこのあなた、こっちなんです。はい、これすごいよね。めちゃくちゃ可愛いでしょ。これ普通にね刺せるんですけど、実は内側が可愛いっていう、これがいいよね。それ表だとちょっとさせない。これ表だとちょっと普通のね、外で歩くにはちょっと目立っちゃうかなっていうところあるんで、それが考えられてて、普通に街で馴染める。でもちゃんと裏側がディズニーになってて可愛いよねこれ。で、これを刺すとチビキンがこう上を向いた時にこう喜びますよね。来てる人が楽しめるね。普通さ、ほら表を。そう。
そうなの。普通見せる側を綺麗にするじゃん、人に見せる。いいこと言った。普通ほら俺の傘を見てくれと、俺のこの高級ブランド傘を見てくれみたいなね、外の人を楽しませんじゃないと、自分が楽しんでください、あなたが楽しんで、あなたが主役っていうことでね、まあ非常に可愛い傘で、まあサイズもねしっかり大きくていいね。はい、これ正月だよ、ね、これまあ正月だよね、そういうことでしょ。これだってバーンってコーナーにあったからさ、これはなんかあー可愛いなと思ってつい買っちゃったんですけど、売れてたよね、これ売れてたよ、これミッキー&ミニダルマですかね、うん、あとまあ服先にやっちゃうとこれですね、この服以外でいくとこれです。はい、これ、うん、ランド行く時とかいいよね、これほらミッキーのセーターですよ、ミッキーマウスセーター、これですよ、これスパイダーマンの T シャツ。もうちょっと拡大してほしいんだよね。であとはこれだね、はい、こちらマグカップ。今回マグカップ僕2つ買ったんですけど、まずはかわいい、これかわいいでしょ、これね、これ非常にかわいらしいです。でこの今ポンちゃん言いましたけど、このね持ち手の部分、ここが蜘蛛の巣になってます。はい、これが非常にかわいい。で裏にはマーベルと入ってますね。で反対側もマーベル。はい、もう毎日これでコーヒー飲みます。さあもう一つがですね、これすごいから、もうこれはもう本当にすごい、こちらがなんと、はい、スパイダーマンの顔のマグカップ、頭ついてます、これ頭これ蓋が取れそうで怖いの、これ落として割れそうだわ、これ気をつけないと。続きましてこちらバニティポーチって書いてあるんですけど、はい、柄が入ってますけど、これスパイダーマンです、かっこいいです。ここですよね、蜘蛛の巣ですよね、やっぱり開けると中は、中青いんですよね、こういうのになってます。で、まあ、半分で仕切りがついてると。今はまあ遠方そんな行かないですけども、例えば遠方に撮影行ったりするときに、例えばもうワックスを入れたりとかリップクリーム入れたりとか、まあいろいろね入れようかなと思って、こういうの好きなんだよね、1個にまとまるので散らばらなくていいということで。はい、続きましてこれですね、紙石鹸ですね、ペーパーソープって書いてますけど、こう開けると、おお、なるほどなるほど、あ、これで1枚、薄っぺらい紙みたいな感じなんですけど、これが石鹸なんですよね。出かけた時に、例えばちょっとあの洗面所行って、意外と石鹸ない場所ありますよね、公園のトイレとか石鹸ないやんっていうところあるじゃないですか、そういう時に使えるわけですよ。これ1枚水でこうやってやると泡立って石鹸になるっていう。続きましてこちら、スパイダーマンの鏡です。はい、ご覧ください、これめちゃくちゃかっこいいね。で裏がまたこれすごくて、ほらスパイダーマンってこうサインが入ってますね、手書きっぽいサインが入ってます、かっこいい。おお、片方拡大鏡になってます。上が普通の鏡で下が拡大鏡ですね。鼻毛チェックするにはやっぱ拡大鏡、鼻毛大丈夫かなっていう。はい、続きましてこちら Bluetooth スピーカーです。ハチミツ食べたいな、ハチミツ食べたいな、ちょっと違う、ちょっと違う、クマのプーですよ、クマのプーさん。サイズもコンパクトでいいですよね。でも意外とあの重厚感あってしっかりしてます。でこれ裏は特にデザインはないんですけど、こういう風になってて、あ、これ磁石で、ここのポートは、USB、 こっちが充電かな、充電のケーブル、あとはオンオフスイッチ。これさ、よく見たらミニ SD 入るね、俺セレクション、これで聞けちゃうってことだ。今時珍しいね、なんか大体ほら Bluetooth だけじゃん普通。でもこれスマホつなぐのちょっとめんどくさいなっていう時に、俺セレクション入れとけばもういつでも流せるわけよ。コーナーとかね、コーナー流すコーナーを流しちゃう、デレデレのメインテーマ流しちゃう、最近見てるからね。どれだけ長い道のりでも、来ました来ました、夏に燃やせ心の火を、まあそんなにね、すごい低音聞いてるとかはないですけども、まあ普通に聞けるんじゃないですかね。最後はこちら、こちらもまあイヤホンなんですけども、これはですね、アイアンマンのオーディオテクニカ製の Bluetooth イヤホン、これはもうガラスケースの中に入ってて頼まないと出してもらえないやつです。ちょっと薄いですけどアイアンマンが描かれております。おお、かっこいい、
これだよね。やっぱケースめちゃくちゃかっこいいですね。オーディオテクニカなんで音もいいんじゃないかな、多分。こうなってますね、デザインは。はい、まあアイアンマンですよね。はい、こんな感じで非常にかっこいいです。まあこれもね、あの付属品のケーブルとか、このイヤホンの耳のこのゴムの部分ですね、ここの予備というかサイズ違いですかね、いくつか入ってますね。ケースに入れると、はい、こうなります。かっこいいね。よし、それでは試してみましょう。うん、なるほど。まあ音はですね、まあちょっとローが強いかなっていう感じはするんですけど、かなりまあまあ、こうかなり勢いがある感じには聞こえるので、まあ、低音好きな人はいいんじゃないかなっていう音だと思います。はい、まあ、個人的にはもうちょっとローは削った方がいいんじゃないかっていう気はするんですけど、ボーカルとかはね、なかなか綺麗に聞こえるので、皆さんもお試しあれ。続きまして、ポンちゃんの買ったグッズがこちら。見た目がだいぶラブリーということで、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まずはこちら。これは何ですか？これはキャンドルです。あ、キャンドル。陶器でゴージャスだね、すごく。おかしいだろ、ハサミおかしいだろ、それ。どう考えてもそれそれしかないってことで。いや、僕さっき使いましたよ、ハサミ。うわー、あ、パイナップルの香りだ。あー、甘いね。甘い香り。甘い香りですね。スティッチね。うん。それ何のハサミなの、それ。これあれだよね。身元を隠す。え？はがきとか切れる。あー、なるほど。あ、シュレッダー的な。そう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 。シュレッダーハサミなの。なんでそれあるんじゃん。普通でも切れるんだ。はい、それは？わー。これ何の香り、これ。パンプキン。あ、パンプキン。あ、まあ ほんのりパンプキンって感じかな。うん、まあでもとにかく中身というよりも、もう見た目だよね、やっぱりね。入れ物ですよね、入れ物ですよね、やっぱりね。これ馬車ですね。あ、それ馬車なんだ。あ、だからかぼちゃなんでしょ。そういうことだよ、かぼちゃの馬車でしょ。そりゃそうでしょ。さあ、続きましてこちらは美容系。美容系ということで、まあメイク用品とかかな。たらーん、いっぱい入ってんな。これ入って売ってるわけじゃないんでしょ。お姉さんが入れてくれた。入れてくれただけね。これ別売りですからね、皆さん。はい、ということで、これ何？ LED ライト。あー、これね、ネイルの、あ、ライトなんだ、これ。これでライトなんだ。小さいね。ネイルを固めるの。ジェルネイルを固める。あー、それがネイルね、こっちがね。うん、まあ、いろんな色があると。入れ物です、とにかく。入れ物だね。中身のそのファンデがどうかっていうよりは、うん、まず入れ物なんだよね。もうアイシャドウもまたこれ可愛らしいね、これ。うん、かなり。ほら、いやー、あ、本当だ。ほら、うわー、なるほどね。色がちょっと違う。え、今ほとんどこういう感じ？いや、そんなこともない。そんなこともない。あの普通の固形っぽいやつもあるでしょ、リップクリームみたいなね。うん、こういうやつはなんか落ちにくい。はあ、なるほどね。今時こういうのは流行りだそうです。ハンドクリーム。これはまあハンドクリーム系ね。かなりやっぱ生ワセリンということで柔らかいです。硬いのよりでもいいよね。やっぱり、ね、うん、塗りやすいよね、こういう方がね。冬なんか乾燥するから、まあシンプルな油分ですよ、油分。うん、はい。あ、それもリップね。それ色付き。それか普通のリップクリームじゃん、これはもう。うん。俺昔さ、リップクリームって塗らなかったんだけど、いつの日からかもう手放せないね。何もコメントがないですまあそうか、別に知らんがなって話だよね。別にね、みんなからしてもそうだよね。はい、これはフェイスパックとハンドクリーム。おー、はい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 。これは3本セットですね。あー、ジャスミンいい香り。ジャスミン、これジャスミン姫、めちゃくちゃいい香り。うわー、めちゃくちゃいい香り。これなんかサラサラしてるかも。軽いね。うん、私いつもこれだけど、まあニベアの方が重いよね、確かにね。これはかなりしっとりと保湿してくれるから、まあ乾燥がひどいっていう人はやっぱりこういう方がいいと思うけど、 あんまりほらベタつくの嫌だっていう人はやっぱりこういう軽い方がいいっていう場合もあるからね。これもそれぞれですよね。はい、こちらは香水ですか。わー、豪華です。これはラブリーやね。ラブリーすぎるぞ。あー、すごい、なんか夏って感じ。夏若いこの匂いが。若い香りはい、はい、次はこちらタオル、ブランケットかな。
あ、ブランケットね。ブランケット。はい、ブランケットです。これデザインはミッキー・ミニーかな。ミニーちゃん。ミニーちゃん。ミニーちゃんのブランケット。いいよね、ブランケットね。かわいい。うわー、これは。ラブリー。ラブリーだな。ラブリーすぎて似合わないでしょ。ちょっとものすごいラブリーだね、これね。あ、いやー、なんかもうキラキラしちゃってるんだけど。うん、ラメ入ってる。なんかラメ入っちゃってるのね。全部ミニーちゃんね。うん。はい、全部ミニちゃんのラメ入りピンクのブランケット。これの上、こうしとこうか。あ、こうしておく、もうこの上でやっちゃう。かわいい、ね、かわいい。そういう使い方じゃないこれ。それテーブルクロスになっちゃってこれにするともうこれ製品 TV だったっけっていうぐらい、なんか別のチャンネルじゃないかっていうぐらいの、ちょっとラブリーすぎるんですけど大丈夫かな。これクッキーかなんかかな。こっちはゴディバって書いてあるよこれ。確かになんかあのハイブランドとのコラボとかね置いてたんで、うん、まあそういう意味でこれゴディバコラボなんだよね。うん、おお、あ、チョコじゃない？チョコじゃん。うん。あ、美味しそうじゃん。はい、これゴディバです。はい、横にキャラクターいましたね。これデイジーとプルートいました。ミッキー&ミニー。これドナルドとグーフィーかな。シールだって。シールだって。あのね、シール貼ってありましたこれ開かないよ。おー、美味しそう。チョコ、おー、ゴージャスな感じのゴディバーのチョコレートですね。これクランチですよね。ミッキーのクランチチョコです。はい、裏こうなってます。うん、うん、あ、本当だ。苦い、ちょいビター、ちょいビターだけど美味しい。うん、うん、これうまい。さあこちらはバック。バックですね。これは素晴らしい、テンション上がりますね。うん、そしてね、使い勝手が良さそう。まずもういきなり大きいとこいっちゃいましょうか。これこれこれすごい、これはいいよ。あの、映ってないぐらいちょっとあれなんだけど、大きさもしっかり容量あるし、まあデザインがとにかくもうポップで可愛らしい。見て、うん、マチがすごいでしょ。町がね、はい、こんだけあります。で、裏側にこれチャックついてますね。で、これポケットがあると。中ね、中もまあ容量バッチリ。これでもうちょっとね、一泊二日の旅行ぐらい行けそうな、行けそうぐらいの大きさあるよこれ。これはディズニーランド行ったら使おうかなって思って。うん、いいねこれ。ね、子供なんかいると結構荷物が増えますから、うん、そういう意味ではこれすごく使い勝手がいい。そしてめちゃくちゃ可愛いね。うん、あ、これあの、このバッグと同じような柄で、同じではないけど、まあ、あの似たようなタッチですねこれね。あ、でもなんかカードとか入れられそうな感じ。いっぱいお財布バッグみたいな、ちょっとあのお財布バッグ的なね。この中に入れて、これと合わせちゃう。そう、これ。ああ、はい、これはお財布。最近こういうの流行ってんだよ。この輪っかに、あ、全部まとめてつけるみたいな。いろいろつけちゃうみたいな。あ、そう。さすがにちょっと普段は使えないけど、ランドで使うの。あ、ランドで使うのか。なるほど。ケースがもう入っちゃってるからさ、もうな、ものすごいケース使ってんだこれ。これめちゃくちゃ可愛い。ふかふかしてんだけどこれ。ほら、ふかふかしてる。小さいな。これ何入れんのこれ。何とかじゃないんですか。何とかじゃないんですね。すいませんでした。それは大変失礼しました。こういうのつけるの。あ。つけるんだ、もうそういうことね。そうこういう、もういや、なんか飴とか入れたらいいの。飴を入れるの一応なんか入れてもいいけど、もうなん、どっちかって言ったらここに ぶら下げとくことが可愛いってことだ。そう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 、これすごい可愛いと思う。これ、はい、これにこれだけでも可愛いんですよ。で、僕つけちゃうとさらにもう、うん、あー、これはあの人大好きなんだね。あの人大好きね。で、これはね、あれだね、コールマン、コールマンのコラボじゃないですかこういうのはまああれだね、ガシガシ使えそうで、うん、いいね。ナイロン、うん、ナイロンだし、なんかね、傷つけるとかそんな気にしなくて使えるんじゃないっていう、うん、こういう方が僕は使いやすくて好きですけどね。かわいいこれ何？ミニーちゃん。ミニーちゃん、ミニーちゃんっていうのはみんな多分わかると思うんですけどミニーちゃんの何ですかこれ。まだ小物入れない。これは34歳買っちゃいけないやつかもしれない。そんなことないですよ。これ首にかけて、これランドだ。それこそランド、それこそランドだね。飴を入れる。あ、飴ばっかり入れちゃうね。これは中も可愛らしくて、まあでも別にね、子供じゃなくてもいいんじゃないかと思うけど。いいのかな。うん、いいんじゃない。いやいやいや、いるいる全然、うん、はい、これで最後ですかね。はいはい、これまあ日用雑貨というか日常的に使えそうなものです。
これあれだね、除菌メイク落とし、普通にしておくと乾いちゃうじゃないですか。だからこれちゃんと蓋つけとくといいよっていうやつなんですけど、これいいじゃんねこれね、うん、それはめちゃくちゃ凝ってるねこれ、うん、うわー、あーあーまだ来ちゃう。おお、これは保存容器。保存容器。植物の、ね、植物のっていう食品のでいいですね。食品の。植物。これ三段階の大きさ。すごく。うん、三個入ってる。これいいじゃない。でデザインが素晴らしい。そしてちゃんと蓋もね全部色違うっていうこの可愛らしさね。信号機ですよ。これはいいね。これミッキーです。そして。ミッキーです。ちょっと違う。テンション上がっちゃって。これはグーフィーでーす。グーフィーでーす。メニちゃんでーす。メニちゃん。全員でーす。全員入っちゃいまーす。グーフィーでーす。グーフィーじゃないんだよこれ。これは？なんだ。プードル。プーさん？プードルじゃない？プルートじゃない？あ、プルート。プードルって普通の犬やんもう。普通の犬だよそれ。落としても割れない。落としても割れないね。これいいよね。だから子供なんかいる家庭はすごくいいですよねこれ。これはマグカップ。結構大きいね。大きい、ほら、これもセット。あ、それもセット。可愛いグラムと色が違う。これはね、確かに他では買えないんだな。ね。さあ最後はちび金用に買ったグッズたちがこちらです。いやいいのありましたね。まずこれね。これかわいいな、これかわいい。これはかわいいね、まあ、東京の冬はねこんなんでいいんですよ。あんまりそう分厚い超分厚いダウンとか着ちゃうとね、お店入った時に今度汗だくになっちゃうんで、うちまあ車移動なんでほんとねこのぐらいがちょうどいいかなっていうとこですね。チャックが取れないね。あ、取れたわ。逆でした。でデザインはちょっと近くでお見せすると、はい、こう、まあ、ミッキーがたくさんいます。みんなミッキーね違う格好しても全部同じじゃありません。これがですね、これ開くと、はい、こちらがブランケット。大きいサイズのブランケットなので、まあ、毛布とは違うんでそんな分厚くはないんですけど、裏も実は柄があって、ほら、ほら、かわいい。裏こうなってるんですよ。でこれですね、ミニちゃん。これこのミッキーがうちにいるんでミニちゃんだけ今回買ってきました。盛りだくさんだね、みんないるね。これは可愛らしいというか喜ぶね、こういうのはね。ハッピーニューイヤーの飾りということですね。でこれは何ですか？スノードーム。スノードーム？ああこういうのね、はいはいはい。ちょっとねカメラで映ってるか分かんないですけど、まあとにかくここキラキラするっていうね、キラキラします。はいはい、これドナルドですね。はい、続きましてこちら、はい、これはですねミッキー&ミニーですね。車に乗ってるとここに電気スイッチがあるのでつけてみましょう。おおで、ちなみにちゃんと後ろもついてます。テールランプもついてます。まあ飾りですけどね、タイヤは回らないのでまあ飾りなんだけど、まあでも光るってのがいいよね。でこれがですね、まあつむつむですね、フラッグシップ東京セットということで、このデザインは確かにフラッグシップ東京限定ですかね。おお。なんでこうつむつむってこんな可愛いんだろうね。くっついてはいますけどこれ外せます。プルートどうしたって感じだけど。これ犬たちですね。犬たち。これも相当可愛いけどね。これチップとデールですね。さあ続きましてこちらムッチポッチです。確かにね合ってるね、名前と見た目が。可愛い。何も迷わず買いましたもんこれ。ギューンって感じの見た目になってますけど。ミッキーとグーフィーですね。低反発でさ、気持ちいい。あ、本当だ。ちょっと低反発だ。ムッチポッチ低反発素材です。これはなんかもう全種類揃えて並べといてもね、すごく可愛いと思いますね。なぜかミニーちゃんがいないっけ。あ、これミニーちゃんいなかったんだっけ、うん。イメージ的にね、ミニーちゃんとしては許さんと。うん、二頭身だからね。完全に二頭身だよね。なんなら顔の方が大きいからね。はい、最後こちらミッキーのマットです。これ敷くやつね、こうやって床に。これいいね。これはもう素晴らしい。もう迷わず買いました。これ以上合計金額22万2569円。なかなか行きましたね。まあね、結構な数買ってますから、まあそのぐらい行くでしょうと。はい、ということで今回はディズニーフラッグシップ東京で
お買い物してきたわけなんですけれども、もう本当にただのお店っていうよりはかなりこうディズニーの世界観が楽しめるお店なんじゃないかなっていうふうに思いました。中でね流れてる BGM だったりとか、あと今回は出せないですけどすごいディスプレイが飾ってあったりとかということで、すごい写真撮ってる人もたくさんいました。まあ、そのぐらい楽しめる場所だと思いますので、皆さんもぜひよかったらチェックしてみてください。それではまた次回の世間 TV でお会いしましょう。 See you next time.